してた。誰か降りてくるぞ。おお、マコのシルエティだ。かっこいい。宇宙最速の青いシルエティ、インパクトブルーだ。もっと集中しなきゃ。一体どうしちゃったのよ。そんなことがあったの。じゃああんた、あの池谷って男に振られたわけ。うん、そういうことになるわね。道理でね、走りがおかしいと思ったよ。あんたってそういう精神状態がストレートにドライビングに出てくるタイプだからね。感覚派っていうか。そりゃいいか池谷、惚れるってのは何もかもひっくるめて飲み込んでやるってことなんだ。いいから急いでその待ち合わせ場所へ行け。説教はその後だ。8時頃、初めて池谷さんと会ったあの看板の下で待ってます。店長の言う通りだ。まこちゃんはいつだって真剣だった。俺は大バカ野郎だ。足痛くなっちゃった。サンダル嫌い。神様お願いです、もう一度だけ俺にチャンスを。渋滞。もうサンダルなんか履かない。それにしても納得いかないよね。マコが振られるなんて。どう見てもあいつはマコにラブラブに見えたけどね。なんかの手違いだったんじゃないの？そうかもしれないと思って、あの後もずっと待ってたんだけど。かかってこなかったわけね。うん。あんたからかけてみたら？そこまでしつこくなれないよ。約束の時間から3時間待ったんだから。向こうが何もフォローしてこないってことは私に興味がないってことだよ。ああ、でもマコはマジで好きだったんだね。ドライビングに影響が出るくらいなんだから。うん、あげてもいいと思った。え？何を？バージ。奥手なんだか大胆なんだかわかんないよ、本当に。だけどさ、あの男のどこがいいの？うん、
なんていうか、誠実だし、優しいし。二人で車の話をしてると、盛り上がって、つい時間を忘れちゃう。もしもし。なに、慎吾？久しぶりじゃん。元気？おう、まあな。さゆき、実はな。え？なんだって？ランエボ軍団が妙義に？おい兄貴、聞いたかよ。栃木ナンバーのランエボが妙義にも現れた。そうか。やられたってよ、ナイトキッズが。中里のバーガー、よそ者なんかに負けやがって。そいつらの正体は分かっている。リーダーは須藤恭一、日光いろは坂をホームコースとする走り屋だ。え？恭一、お前は何を企んでいる？久しぶりだね、慎吾。ああ。しかし情けないね、ナイトキッズも。いきなり随分な挨拶だな。こいつはさゆき、俺の昔馴染。どうも。かわいい。走ったな、こいつだよ。中里ってんだ。よろしく。それにしてもどうなってんのさ、地元で負けるなんて。軍の砦は俺が守る。お前らの目論み、妙義の谷深く薄めてやる。相手はエンペラーっていうランエボのワンメイクチームなんだけどよ。タケシはレッドサンズとのヒルクライムバトルに負けた直後だったし、そのショックを引きずってたんだよな。ドライビングのリズムが乱れてたぜ。まあな。こいつは走りにムラがあるし、プレッシャーに弱いタイプだ。お前にそこまで言われたくねえよ。まあ、こいつほど3人を乗りこなしてるやつはいない。三人使いならこの辺のエリアじゃナンバーワンだろう。そのたけしの三人を引き離すんだから、あのランエボめちゃ早え。あいつら1ヶ月で群馬エリアを総なめにするって言いやがった。来るぞ、こっちにも。気をつけろよ、さゆき。妙義と薄いなんて目と鼻の先だからな。あっそう、上等じゃん。私らだって伊達に薄い峠最速のインパクトブルーって呼ばれてるわけじゃないからね。強気だ。悪いことは言わねえからさ、この件には関わらねえ方がいいかもしんねえよ。それどういう意味なの、慎吾。鼻っから勝ち目がないって言いたいわけ？いや、そういうわけじゃ。女だと思って甘く見ないでよね。どこの誰が来ても私らは逃げないよ。すろ、話はそれだけ？
私帰る。なんだよあの跳ね返りが。どうなっても知らねえぞ。おいたけし、わざわざお前を連れてきたのはエンペラーの凄さを佐伯に知ってもらうためだぞ。もっと言ってくれなきゃ。おい聞いてんのかよたけし。プルルン、すげえ。え？ともかくエンペラーってランエボのチームが群馬エリアに攻撃を仕掛けてきてるらしいんだ。その話なら俺も聞いてる。すごい噂になってるからな。うん、ナイトキッズのステッカーが真っ二つに切られて逆さまにリアウィングに貼り付けられたって。普通そこまでやるか。そいつら本当にここにも来るのかな。来たらどうする気だよさゆき。聞くだけ野暮っていうもんでしょ。そうだよねマコ。うん、受けて立つよ。どんな奴が相手でも私らは薄い最速のインパクトブルーだもん。そういうことだからいい？みんな頼んだよ。ランエボのそれらしい車見かけたら速攻で私の携帯にチェキ入れてね。ああ。あれから2日経ったけどまだランエボは来ない。ひょっとしてこっちには来ないのかもしれない。それならそれでホッとする気持ちもある。ここんとこ調子いいとは言えなかった。今バトルしたとして自分のベストな走りができるかどうか自信ないな。でもこのモヤモヤした気持ちなんとか吹っ切りたい。池谷さんのこと忘れたい。ドリャー！さゆき、なんであんたがうちの風呂場に出るのよ。のんびりと風呂なんかに入ってる場合じゃないよマコ。なんなのよ。あんたを迎えに来たんだよ。行くわよ。行くってどこへ？薄い峠出たんだよランエボが。グズグズしないで、とっととパンツ履きな。待って待って、もう嫌。エンペラーだ。本当に来やがった。サユキたちには連絡したか。あ、なに、ランエボが来た。ああ、あんたの言ってたエンペラーってやつらだ。私たち今向かってるとこだよ。よし、わかった。タケシ、薄い峠にランエボ軍団が現れた。来たか。行くか、タケシ。ああ。ここも FR のドリフト小僧ばかりだ。群馬エリアなんてどこも大したレベルじゃないな。早く帰って京一さんに報告しようぜ。おう。
お兄さんたち、バトルなら受けるよ。ここいらじゃ、私らのシルエイティが一番ってことになってるからね。おい、シンゴ。あのシルエイティの片割れの女と、どういう関係なんだ？さゆきのことか？どうって言われても、ただの幼なじみだよ。小中と学校も同じだったし、家も結構近かったんだ。そうか。ああ。ひょっとしてたけし、お前ああいうのがタイプなのか。やめとけよ。とにかく気が強い跳ねっ返りだからな。ま、あいつは人の忠告なんか聞くタイプじゃねえけど、いくらあいつらのシルエティが薄い最速って言っても、ランエボとやったら勝ち目はねえ。確かにドリフトで振り回すテクニックはすげえと思う。地元では誰にも負けないかもしれねえけど、純粋に速さを競う時のシビアなコントロールをあいつらはほとんど経験してない。コントロールの遊びというか甘さのようなものが出ちまう。本格的な 4WD が相手なら通用しないぜ。お前ならわかるはずだ、たけし。女だから遅いとかそういうことは言いたくないが、さゆきたちに勝ち目はない。ほう、シルエイティね。おまけにドライバーが女と。面白そうだから遊んでやるが。おい、いいのか、そんな勝手なことして。俺らは偵察だぞ。後で京一さんにどやされても知らねえぞ。硬いことは一個なしだぜ。わざわざこんな遠くまで来てるんだ。少しぐらい遊んでも罰は当たらねえだろ。勝ちゃいいんだよ。だけど万が一ってことも。ざけんなよ、レン。万が一もクソもあるが、こんなチャラチャラした女相手に俺のエボフォーが負けるかよ。聞こえたわ、ブチってきた。あいつら禁句を言ってくれたよ。女だからってバカにするやつが一番ムカつくんだよね。上等じゃん、気合い入れていく。マコがいい目つきになってきた。こういう時のマコは速い。テンションで走るドライバーだからね。勝負は下り一本、薄いの道は狭いから先行後追いバトル。先行が後追いをちぎれば勝ち、ちぎれなければポジションを変えて決着がつくまで繰り返す。どう、そのやり方で。いいぜ。じゃあどっちを選ぶ？最初のポジションはそっちが決めて。よし、一本目は後追いだ。後ろからケツを見させてもらうぜ。じゃあ始めましょう。1個目のコーナー立ち上がったところから全開走行に突入するから、それがバトルの合図よ。わかった？ああ、オーケー。おい、大丈夫かよ。何度も言わすなって。俺だってエンペラーの中じゃ相当なもんだぜ。女が転がすシルエティなんかに俺のエボフォーが負けるなんてことは 200% ありえねえ。行こう。負けられない。女のドライバーをバカにするやつには。マコ、気合入ってるね。行くよ、セイキ。オッケー。だぜ、エボ4がシルエイティに負けるなんてことはありえない。始まっちゃったよ、本当に。いざとなると
女の方が度胸あるよな。勝てるのかな。相手はナイトキッズを破ったエンペラーだぞ。ハイパワーターボの 4WD だもんな。普通だったら逃げ出すよ。でも佐伯たちで勝てないな。誰がやってもダメだろう。ああ、誰が言ったか知らないけど、薄い最速のインパクトブルー。信じるしかないよ。この辺りじゃサユキの青いシルエイティが一番なんだからな。やるじゃねえか。さすが地元だ。イーライン走ってるぜ。対抗じゃないよ。ドリフトで思いっきり流して。俺の M4 のドリフトは FR のチンケなものとは違う。エンジン全開、ハイスピードで突っ込む 4WD ドリフトだ。今のところは互角の滑り出し。食いついてくるまでエボ4の性能なのかテクニックなのかはっきりとは分からないけど。確かにお前の言う通り、振り回すドリフトには遊びの要素が多くなる。問題はタイヤの使い方だ。ああ。お前が前にそのシルエイティの走りを見たのはいつだ。春頃かな。なら化けているかもしれねえな。あ？俺にも経験あるけど、どっかで停滞洗礼を浴びて目覚めたりすればセンスあるやつなら大化けする。ああ。世の中にはアキナの86みたいな FR の使い手もいるからな。 4WD に勝つ FR だっているけど、あの86は別格だ。ま、佐伯たちが一度でも86の走りを見る機会があったとしたら話は違うんだろうけどな。生意気な女のくせによ。絶対負けないよ。すごい、マコの走りが以前とは違う。ステアの中がはっきり分かるほど小さくなった。このドライビングのイメージは多分秋の86とのバトルから。マコが目覚めた。すごいよマコ、このバトル勝てるよ。後ろのエボ4がコーナーで突き切れていない。あいつは思ったよりすごい腕じゃない。妙義でナイトキッズを任したドライバーとは多分違う。そうと分かればいつまでもお尻を見せてやるのも尺だよね。次決めるよマコ、 C の121。分かってると思うけど、今日のあんたはストレートの伸びが違う。いつもより高いスピードで突っ込むことになるからね。それなりのコントロールしなさいよ。よし、対抗者なし、ゴー。あんな女どもにクリアできるコーナーだ。俺のエボでいけねえわけがねえ。
やばい、膨らむ。同じラインに乗れねえ。終わったよ、マコ。おい、大丈夫かよ。おい、このことは恭一さんに絶対黙ってるよな。ああ。さゆき、どうした？ランエボ軍団は？遅いよ、信号。もう終わっちゃったよ。終わった？そうか。まあ、がっかりするな。俺たちだって地元で負けたんだ。何言ってんの？勝ったわよ。あたしらが勝ったのよ。マコはすごかったよ。やっぱり天才だよ。そんな。さあ帰ろ。じゃあね、シンゴ。おい、せっかくお前らを応援しに来たのに。でも言われぬ俺が漂っている。あれは本物だ。やっぱマコはすごいよ。大したドライバーじゃなかったかもね、昨日のランエボ。そうじゃないよ、あいつはかなりの腕だった。アキナの86に負ける前の私らだったらきっと厳しいバトルになってたよ。あれからテーマになっていた打角の小さなコーナリング、昨日はバッチリ決まってたよ。だけど結局勝負を決めた C の121だけはパフォーマンス系の派手なドリフトになったけどね。そこ私とんでもない勢いで入っちゃった。今思い出してもゾッとするくらい , 笑い事じゃないよ。まったく死ぬかと思ったよ。マコ、つくづくあんたは感覚派だね。なんかの拍子に急に化けるんだから。なんか吹っ切れた気がするな。でもまだまだ道のりは遠いよ。あの青空のずっと向こうにあるものを追っかけてる気分だよ。当分男なんかいらない。見てろよ池谷。バン！あっしだ、風邪ひいたんすか池谷先輩。いや別に。